の海、あの川、あの風、この音、この光。人は風景の中で生まれ、風景の中で育つ。そして風景を作り、風景を変える。時代を見つめた風景が、遥かな物語を語るとき、風景はいつしか景観となる。私たち豊の国海幸山幸ネットは、福岡県行足市靴尾海岸乳母ヶ懐の景観を守る活動を行っています。2005年、靴尾海岸の小さな浜辺に道路建設計画が持ち上がりました。その頃、この小さな浜辺に特別な関心を示す人はあまりいませんでした。この海岸に伝わる大切な物語を語る人もごくわずかでした。見慣れた風景が大きく変わることを知った私たちは、景観を守る活動を始めます。それから間もなく、この浜辺、乳母ヶ懐にまつわる2つの物語に出会いました。ここはいろいろ昔から神話もありますし、民間信仰としてもこの乳母ヶ懐に出るお水が非常に貴重なお水で、父のないお母さんたちがここにもらいに来られたというお話があるんですね。それでやっぱりまた地形としても、なんかこう自然の懐の中に抱かれてここに来たら、冷たい風によっては違いますが、ほとんどの風の時にここは暖かくてですね、まるでそこに乳母ヶ懐のような安らぎを私たちも感じます。そしてここに、不思議なことには、そういう民間のお話や神話とともにね、彦さんから1300年の間、ずっと2月の終わりですね、終わりの日に潮井組にいらっしゃるんですね。そしてその行事をで潮井を組まれた、そのお水で彦さんを清めて、それから祭りが始まるんですね。その祭りによって、また近くのお宮の、その五穀豊穣をお祝いする、お祈りするお祭りが始まっていくんですね。だからここは非常に大切な神秘的なところだと思います。彦さんの全体を清める塩ということで、御配りの神で分け当たった靴尾の方に、その海の水を汲み入って、それを彦さん全体、お祭り1年間の祭事に使う塩を取り行くんですけども、その塩を靴尾まで行って、その、まあ、正常なる塩というんですか、そういうのを汲みに行くから、やっぱり秘儀に囲まれたお塩なんです。それを全体にこう振りまいて、彦さんを清くすると、清めるという神事です。私たちが乳母ヶ懐で出会った2つの物語には、ふるさとが受け継いでいかなければならない知恵と心が込められていることを知りました。豊かな暮らしが受け継がれている景観の中には、物語が息づいています。物語に触れ、気づき、考え、行動する仕掛けを作り、地域での人、物、ことのつながりを再構築。暮らしは風景の中にあることを、景観物語、祭り、発信プロジェクトの出発点に置きました。2008年12月、景観物語、祭り発信プロジェクトが始まりました。12月7日、前日の雪が嘘のよう、乳母ヶ懐。ホラ貝の音を合図に、子供たちが海に入ります。
押し酔いの森ウォークの準備が整いました。彦さん押し酔い取りの神事に倣ってヤンブシさんの道を歩きます。竹筒に塩水を汲んで運び清め木を植えます。名付けて押し酔いの森ウォーク。バスに乗ってスタート地点へ向かいました。さあ出発です。小さな子供から年配者までおよそ60人がウォーキングを楽しみます。今川の支流北良川を登ってどこにでもある里山ののどかな風景が続きます。北良の篠宮神社が折り返し地点。ここで一休み。北良に住む桃井さんに押し酔い取りの様子を伺いました。初めての押し酔い取りのウォーキングということで僕も参加させていただきました。私も長い間父から先祖から受け継いで押し酔い取りという神事にわずかな微力ながら、接待させていただいておりましたが、このように皆さん方が押し酔い取りに興味を持たれて、またこの北良の里を訪ねてくれると、本当にうちの鎮守さんも喜んでいることと思います。北良の里のおにぎりをいただきます。つやつやのおいしいお米しっかりと味わったら、あちらこちらに笑顔がこぼれます。温かい心を受け取りました。次に目指すのは彦さん。前日の雪を心配しましたが無事到着。山から水の恵みを受ける今川、払い川、恩賀川、そして地元彦山。100を超える人が旧彦山小学校の体育館に集いました。熱々のイノシシ汁をいただいてみんなほっこり、元気も回復。イノシシ肉も野菜も柚子胡椒も全部地元で採れたもの。素朴だけれども滋味あふれる温かい、これぞふるさとの味です。交流会が終わり、いよいよ食事です。彦山神宮宝平殿下の一角にトネリコ、山桜、モミジを植えます。記念のプレートをかけお塩を巻きました。海、里、山のつながりを共に感じ、記憶に留めておきたい。お塩を汲んだ乳母が懐を、歩いたお塩い取りの道を、木を植えた彦さんを、私たちは記憶の中の風景を心でつなぎ止めました。お塩いの森ウォークから2週間、12月21日当時、舞前会キャンドルナイトを開催しました。キャンドルナイトとは2001年、原子力発電所の建設を進めるアメリカの政策に反対するカナダの自主停電運動をヒントに始まった社会運動です。日本では冬至と夏至の夜に電気を消して地球の未来のことを考え合うきっかけとして100万人のキャンドルナイトの名前で広がっています。当日朝からの雨は土砂降りとなり、予定していた美濃島、天神の浜での開催を諦め、同じ美濃島地区にある行橋市魚市場を会場としました。このイベントの参加者はおよそ300人。地域の人たちはもちろん、神田町の西日本工業大学ESD 講座の先生や学生、元長神楽同好会、行橋中央公民館男性料理教室、交友館道場の子どもたちなど、たくさんの方々が参加しました。地域の里山で切り出した手作りの竹灯明が並びました。明かりを灯し、海幸彦
豊玉姫の衣装をまとった学生と子どもたちが登場。物語の風景が浮かび上がっていきます。海の幸、豊前海一粒牡蠣、地元の山の幸がいっぱいの豚汁、海と大地の恵みを胃袋に感じ、神楽の舞を眺め、地域と地球の持続可能な未来を語る緩やかな時間を過ごしました。暗闇に輝く小さな明かりは今そこに必要なものだけを照らしていました。